ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はファイナルファンタジー14、グレンドリベレーター編第153回配信を撮っていきたいと思います。前回、なかなかの激戦でしたが、メナゴさん。帝国の軍旗をマジックプリズムで書き換えるときに、落としちゃわないかどうか心配で緊張しました。よくやってくれた。あれがあるかないかでめちゃめちゃ違うよね。あなた族のお前の戦いぶり実に見事だった。人のことは思えないほど素早く鋭い動き感服したぞ。ありがとうございます。アレンバルトさん、アバ、オーリー、俺はやったぞ。うむ、コナッツさん、みんなよく戦ってくれた、誇りに思うぞい。他の子は喋らんかな。見たかい、帝国兵の慌てる様を。この調子で進軍していきたいものだ。あ、ほら泣かないで、気を緩めるのは早いわ。あれ、一瞬この子出たけどセリフがもう見えない。何喋ってたんだろう。他の人喋らんかな。よくやった、大手柄じゃないか。どうもどうも。ナーコが無事でよかった。あ、なるほどな。で、リセさん、フォルトラを逃しちゃったのは残念だけど、それでも私たち勝ったんだよね。まだまだ小さな一歩に過ぎないけど、この調子でどんどん前に進んでいこう。アラミゴを帝国の手から取り戻す、その時まで。わーい、待って、飛車かな。コンプリート。というわけで、セリフは一緒だった。じゃあコナッツさん、レベル67クエスト、残敵を蹴散らせ。カステルム・ベロチナのコナッツは頼みたいことがあるようだ。チュチュ。敵が退いてくれたおかげで無駄な損害を出さずに済んだの。わしらは引き続き合流してきた皇族の解放軍部隊と協力して施設内の残敵を掃討しておこう。すまぬが、お主には同盟軍本隊との合流がてら突出して蹴散らされた帝国軍残党の対処を頼みたい。奴らが端になだれ込んでくると厄介じゃからの。はい、ここから同盟軍本隊がいるビタービルのあたりまでの間で抗戦の意志のある帝国兵を発見したら撃破していってもらいたい。そうして本隊と合流できたらラウバーン殿にベロジナ大橋の状況を伝えるんじゃ。頼んだぞい。はい、じゃあ行きますかね。待ってよ、地図2箇所かな。まだ向こう行けないのかな。まあいいや、後で行けるかな。まずは右手側かな。どっちが遠い。この上？構成の意思はあります？あるんだね。襲われたら討伐だからな。襲われなかったら戦闘はない。あとあっちか。ちょっと待ってよ、
すごい、あのね、自分の画面だとめっちゃ暗くてよう見えないんだけど。この辺？あ、戦闘の意思はあるか、あるのか、あるのか。見つかったと、なぜも蹴散らすしかって。すごい戦闘の意志があるね、みんな。あとは戻るだけかな。でも途中の敵がね強いんだけど、まだまだ殴りかかられるレベルだからな。でこの辺に、みんな、いや、二人とも久しぶり。強気だったのもアラミゴ解放軍の旗を見るまで。自分たちが帰る場所が制圧されたと思った敵兵はかわいそうなくらいの動揺ぶりだったわよ。でしょうね、あるけども。さすがはラウバーン局長、戦場の演出家と呼ばれていただけはある。見事な采配だったよ。あるけど、こうやってこういろいろ参考にしてるんだろうな、ラバーさん。貴様がここに来たということは、ベロジナ大橋の方も大方戦闘は終了したのだな。はい、それは何よりだ。こちらもあらかた片付いたところだ。つい先ほどピピン指揮下の部隊を大橋の支援に向かわせた。ガステルム・ベロジナの施設を使えば帝国軍が引き返してこようとも有利に戦えるだろう。想像以上に作戦がうまくいきましたね。さすがは戦場の演出家と呼ばれただけはあります。見事な采配でした、ラウバーン局長。下手な世辞はよしてくれ。まだ戦いはこれからなのだからな。では我が輩は部下を率いてもう一度周辺の残敵総統に行ってくる。暁の方々はアラミゴ解放軍の部隊と合流してくれ。初戦の勝ちにもおごらず油断しない。これが名将と呼ばれる武人ということか。よし、それでは我々はカステルム・ベロジナに向かおう。コンラッド殿と合流するんだ。また戻る形でいいのか。じゃあ橋の方に戻りますか。でもちょっとおしゃれね、みんなセリフ違う。あるよ。アラミゴ人が築いた石橋をこのように改築して軍事拠点へと作り変えるとは、帝国の建築技術には驚かされるよ。しかし、この橋を確保できたことは戦局を大きく左右するわ。もう三角地帯への進軍を阻むものはないんだもの。リセソン、アレン・バルドならピピンたちと一緒に施設内の見回りに行ってるよ。コンラッドさん、手数をかけたの。同盟軍の方もそう大きな被害はなかったようでほっとしたぞい。あのあとピピン小刀匠の部隊が応援に駆けつけてくれての。今は制圧した施設の安全確認をしておるところじゃ。同盟軍と暁には感謝が尽きぬの。イエーイ。
あとはセリフみんな一緒かな。そうだね。じゃあコーナトさんのクエスト受けますか。レベル67クエスト、メソクの里へ。カステルトゥム・ベロジナのコーナトは何かを待っているようだ。さて、そろそろ施設内の安全確保も終わる頃合いだと思うのじゃが。コーナト隊長、ピピン小刀匠より施設内の安全を確認したとの連絡が入りました。うむ、承知した。小刀匠には丁重に礼を言っておくのじゃぞ。ひとまず安心といったところかしら。ところでコーナト隊長、さっきからメナーゴの姿が見えないようだけど。ああ、メナーゴならグリフィンに乗って川向こうに行きよった。ベロジナ川東岸には彼女の生まれ故郷でもあるメソクの集落ピーディングストーンズがあるのじゃよ。カステルヌム・ベロジナから撤退した帝国軍の兵が村に危害を与えていないか心配だということでの、偵察に向かうことを許したというわけじゃ。確かに廃山兵となると何をしでかすかわからない。ベロジナ大橋が渡れるようになったのであれば我々も様子を見に行かないか。せやな。賛成。ピーディングストーンズのメナーゴのところにみんなで行ってみよう。橋を渡りたいときにはゲートの前に立つアラミゴ解放軍の衛兵に声をかけるといい。向こう側へと案内してくれるじゃろうって。イエイ。そういえば北東460こっちの方かな。じゃあ先に行くしかないか。この後この間セリフなんかある？アラミゴ解放軍は引き続き同盟軍と協力してギラバニア辺境地帯の確保を進めておく。来たるべき山岳地帯への進軍に備えての。なるほど、先の予定が。じゃあ衛兵さん、ゲートの向こう側へと移動しますか。はい。急に戦闘になったりせんよね。それは困る。で、なるほど、戻りたいときはこちらの方に声をかけると。マウントは乗れる。こっちは何？行けないところね。進めないのか、こっちには。で、ちょっと変わった橋だな。みんないるね。何がそんなに気にかかるってんだ。大方カステルトゥム・ベロジナから逃げ出した帝国兵だろ。モルバさん、撃ち漏らした廃山兵か、あるいはアレンバルドさん、ビーディングストーンズに向かうのか。それなら俺たちはピピン小刀匠の手伝いに回るよ。なんでも怪しげな人影が目撃されたそうでね。ヒューラン族とララフェル族の二人組らしいんだが、帝国兵の可能性もあるから、これから捜索に向かうそうだ。スリーピングコアルさん。この橋はもともとベロジナ大橋という石橋だったが、帝国軍が補給部隊の拠点として改築し、このような姿になったのだ。バエサルの頂上に物資を輸送するための補給船であるのと同時に巨大な監視塔としての役割を兼ね備えていたのだそうだ。まったくやることがいちいち大行なんだよな。なるほど。小刀匠ピピンさん、施設内の安全は確保できた。次は山岳地帯の街道沿いを抑えるつもりだ。その辺りの雑務は我々に任せてくれて構わんよ。
ありがとうございます。というわけで、この先はもう全然あれだよ、行ったことないところだね。え？ガゼル、あ、首が2つあるのかと思ったら違ったね。角だね。ちょっとマップだけ開けとこうかなみたいな。ちょっと回り込みつつ、変な風に開いたな。よしよしよし、 こんなもんかな。そしたら目的地、目的地、どう行く？道沿いでいいのかな？ビルジャラの枯れた谷でいい。道ある？あ、人がいる。みんな高いところが好きなのは猫もミコッテ族も同じなんて、ヤシトラに行ったら怒られそうね。かわいいじゃん。この巨大な岩の上に集落が築かれているのか。なるほど。日頃の上り下りは大変そうだが、見通しもよく守りも固めやすそうだね。うん、石さん、確かピーリングストーンズはこの坂を登ったところにあったはず。ついてきて。うん、あ、買おう。あ、ちょっとこれ回り込まなきゃいけないやつね。なんか変な音してない？あれの声かな？あの恐竜みたいな、アイゼさん。リセなら集落が近づいてきた途端、先にメナーゴを探しておくとか言って走っていったわ。呆れるくらい体力あるんだから。ある日さほど騒がしい気配はない。戦いの余波があったようには見えないが。うん、さあ、メ族のカリオさん、こんにちは。メ族のサンシーカーの集落ビーディングストーンズへようこそ。友好的な旅人は大歓迎。そうじゃない不埒者は目族の弓の腕前を知ることになるだろうね。はい、友好ですよ、友好的ですよ。どうなった？この上に。ちょっと話。君は同盟軍に協力している冒険者だね。僕に何か聞きたいことでもあるのかい？あなたのことを教えてください。僕は、メジレッコ。ピーディングストーンズに住む、メ族のヌンでもある。メイラツの娘の一人で、ナーゴ姉さんの二つ下の妹だよ。他の種族にとっては夫婦といえばつがいなんだろうけど、僕たちサンシーカーは多くの女が一人のヌンを愛すんだ。僕の母さんも今でもラツ父さんにぞっこんでさ。ちなみに男の子が生まれた場合はティアと名付けられる。ティアはヌンとの勝負に勝利して次のヌンになるか、生まれ育った集落を出て新しいコミュニティを築くしかない。だから一つの集落には一人のヌンしか存在しないんだ。昔縄張りがひどかった頃は二人のヌンがいたらしいけどね。へえ、ここはどんなところですか？ここはメ族の集落ピーディングストーンズ。君たちがベドジナ大橋の帝国軍を退けてくれたおかげで
晴れて自由の身になることができたよ。帝国に支配されている間は辛い日々だったよ。でも僕たちにはメイラツがいたから、父さんが勇気づけてくれたから今日まで生きてこられたんだ。だからここの女の子たちは他のサンシーカーの一族よりもヌンを強く心酔しているんだよ。メイラツに救われた命はメイラツのために使う。それが僕たちにできる恩返しだからね。なるほど。ちょっとね、あのエーテライトを触っておく。やったー。ついでにお気に入りに登録しておくか。クエスト進めやすくなるからね。じゃあこれ報告したら終わっとく。ここがピーリングストーンズよ。こんな岩の上に集落があるだなんて思わなかったでしょ。じゃあ報告したら終わっとく。あ、来てくれたんですね。ようこそ私の故郷メゾクの里へ。それで被害の方は大丈夫だったのかい？ええ、幸い里は無事だったのですが、アナンタ族の方に問題が生じたようで、助けを求める使者が来ています。ぜひ皆さんもご一緒に。何があったの？話を聞かせてくれる？シュー、ありがたい。帝国軍とカリアナ派の間で一悶着があったのだ。カリアナ派というのはアナンタ族の中でも最大勢力を誇る一派のことです。アラミゴ解放軍に協力してくれている彼女たち、ウィルラ派と違い、カリアナ派は戦いを望みません。帝国に心中を誓って領地にこもって暮らしていたはず。シュー、その通りだ。誇りを失ったカリアナ派は戦うのをやめ、帝国軍に屈して久しい。だがそのカリアナ派に対して新たに黒き橋を治めることになった帝国の女戦士が人質を差し出すように求めたのだ。ドクロ連隊のホルドラだね。でも解放軍に協力してるのはウィルラ派なんでしょ？なんでカリアナ派に人質よこせなんて言うのさ。帝国人は我らアナンタの文化を理解しようとはしない。無知な奴らにカリアナ派とウィルラ派の違いが分かるとも思えん。ベロジナ川の東岸に住むアナンタ族が離反した場合、橋の帝国軍は西岸に陣取る我々との挟み撃ちになる。それを警戒したのだろうが、人質を差し出したのか。シュッ、差し出した。それも族長の娘を。娘を愛していた族長はそれからというもの、来る日も来る日も黒き橋を見ては涙を流していた。だがその橋をお前たちが落とした。戦いの様子を見ていたカリアナの族長は直ちに仲間を率いて逃げてきた帝国軍の前に立ちはだかった。そして求めた。直ちに娘を返せと。あのホルドラがすんなり人質を返すなんて考えられないね。残念だけれど。シュー、まさにそうだ。
帝国軍の女戦士は人質の返還を拒否した。むしろ族長の娘に剣を突き立て道を開けろと迫ったのだ。片や族長は娘を返すまで動くものかと譲らない。そして悲劇が起きた。まさか。大勢のアナンタに囲まれて恐れをなした帝国軍の兵が族長の娘を切りつけたのだ。族長の娘は多くの血を流して死んでしまった。なんてこと。だが悲劇はこれで終わらない。族長は呼んだのだ、娘を死の底から引き上げるために。いやし司る我らが女神ラクシュミよ。神おろしに手を染めたというのか。シュッ。そうだ、カリアナの族長は戦いと誇りを捨てたふぬけ。悲しみに耐えかね神にすがりついたのだろう。目の前に降臨した美神ラクシュミを見て帝国軍の兵どもは慌てふためき逃げ去った。こうしてアナンタの土地に死んだ娘と神が残ったのだ。勢いづいたカリアナ派は我らウィルラ派に対し神を詣でるように求めている。だが美神を信奉している我らとてしもべになり下がるのは嫌だ。それであなたは助けを求めに来たのね。シュッ。そうだ、アラミゴ解放軍に参じた同胞から聞いている。お前たちの中には神狩りの英雄がいると。事情は理解したよ。新たな蛮神が召喚されたとなれば無視はできない。対応策について話し合わせてもらうよ。もうないけどレベルが足りないし、待って、いいじゃんかな。というわけで今回はここまでにしておこうかな。よし、続けてご覧いただきありがとうございました。ではまた次回配信でお会いしましょう。失礼します。